スーパーカーを脅かすゴジラ GT-R 時期型が噂されますが、R35 型の中古車も魅力的だと英国編集部は表します。想像を超える能力を備えたゴジラ。車界のゴジラ GT-R1969 年に登場した初代 PGC10 型スカイラインから時速 0100km 加速3.0秒を キル 570PS の四輪駆動マシンまで50年以上の月日をかけて日産が育ててきた高性能モデルがその現行型 R35GT-R が発売されたのは2007年ハイパフォーマンスカテゴリーに巨大な荒波を巻き起こしたスカイラインの強化版ではなく独立したモデルとして大きな野望をもとに開発され想像を超える能力を備えていた 当初の英国価格は、あえて手頃な約7万ポンド。同時期に15万ポンド以上した、イタリア製、スーパー,ーカーでも、ニュルブルクリンクノルドシュライフェでは後陣を廃することになった。フェラーリ458のベストラップは7分32秒。四輪駆動の日産 GT-R は7分27秒で、 同じコースを周回して見せた3.8リットル V 型6気筒ツインターボエンジンの大パワーを生かしきる驚くほどのトラクションとグリップ力極めて鋭い変速を実現した6速デュアルクラッチ AT と相まって458より3 0 0ラム以上も重いという現実へ打ち勝った最高出力は 発売当初は 480PS が歌われていたが、2011年のマイナーチェンジで 530PS へ向上。さらに2017年の大改良を経て 570PS へ引き上げられている。また同じ年には、スタイリングの小変更やインテリアのアップデートなども施された。サスペンションも改良を受け、乗り心地も良くなっている。コーナーでは強烈な横。 G を体験できる。日産 GT-R には、標準モデルの他に、よりサーキットへ焦点を絞ったニスも、ニスも仕様も存在する。発売は2013年で、最新型では、同じ V6 ツインターボから 600PS を発揮している。パワーアップだけでなく、ダイエット目的のカーボンファイバー製、ボディパネルによりグリップ力の高いタイヤ。日本車としては、 最大のディスクブレーキなどを搭載。ニュルブルクリンクを7分8秒で周回する能力を備えている。パワーステアリングはオールドスクールな油圧式。自信を持って操れる重み付けと十分なフィーリングを合わせ持っている点が嬉しい。四輪駆動システムはリアタイヤ手動に設定され、カッサム車重と大きなボディにもかかわらず、 驚くほど回答性も鋭い。ストーレートでの加速 G だけでなく、コーナーでも強烈な横 G を体験させてくれる。さらに、R35GT、R の長所は、ドイツの難関コースを速く走れるだけではない。スリーディングさだけが魅力ではないことを、性能を考えれば驚くほど、 大きな過失とリアシートが表している新車時代のオートカルの評価は目的地までの最短移動に固執した技術者チームが作り上げた容赦ない成果最高出力 480PS を備えていてもドライバーが引き出せなければ意味はないしかし R35 のドライバーなら常に全てを活用できる衝撃を受けるほど 車の訴求力は大きい。多くの人が好きだと思えるスタイリングに広々として装備の行き届いたインテリアは下ても上等だ。路上での存在感もかつてない。その隣に止まったポルシェ997ターボが可哀想に見えてしまう。2008年2月20日、専門家の意見を聞いてみるクリス・マーシャル氏、オートトルク社代表、個人的に 3台の R35 型 GT、R を所有してきました。車としても熟知していると思います。私が最も評価している点は圧倒的なパフォーマンスとチューニングの可能性ですね。価格価値に優れ、あまりお金をかけずともパワーアップが可能です。しかも実用的。スーパーカーの性能を持ちながら毎日の移動にも乗ることができます。能力が広い車です。 一般的に言って、信頼性も、高いです。長期間放置されていたり、悪意のあるオーナーの手に渡ったり、チューニングが不適切でなければ、不具合は起きないと言ってもいいでしょう。購入時に気をつけたいポイント、ABS ポンプ、R35 型の GT、R ではよく効く、不具合だという、特に年式が古い GT、R では珍しくないようだ。 部品交換の必要がある。リアショックアブソーバー。ショックアブソーバーからガス漏れする場合がある。特に初期型では珍しくない。パフォーマンスの維持のためにも早めの部品交換が良いだろう。フルード漏れ。ドライブシャフトの付け根やトランスミッション。ステアリングラックのシールからのフルード漏れが起きがち。経年劣化や走行距離の増加で。 各部のシールなどから滲んでくる。それほど作業が難しくない部分が中心のようだ。タイヤの変摩網、GT、R のハイパワーと軽くない車重、アライメント設定などが原因で、タイヤの減りは早い。変摩網は、アライメント調整で抑えることができる。スピーカー、オーズ車製のスピーカーが組まれているが、フロントドア側がガタついたり、異音が出る場合がある。交換作業は、 難しくない。知っておくべきこと。日産 GT-R は、チューニングガレージが一度は手掛けたいと考えている。夢の車。多くのオーナーが、購入後に、性能アップの改造を施している。中古の GT-R を選ぶ際は、チューニング内容にも気をつけたい。もしノーマル以上に激しいゴジラへ仕上げたいなら、いくつかのアップグレードパーツの投入で 700PS ほどは、 無理なく引き出せる 1000PS 以上という例もしばしば目にする英国ではいくら払うべき3 5000ポンド約542万円3 9999ポンド約619万円英国では初期型の R35GTR を探せる価格帯個人売買で走行距離は9万 km 弱から15万 km くらいが 中心となる。よく比較して選びたい。4万ポンド、約620万円。4万9999 99ポンド、約774万円。2012年式から2014年式の GT-R を英国では探せる。走行距離は8万キロメートルほど。初期の限定モデルやトップグレードも出てくる。5万ポンド、約775万円。 59,999ポンド、約929万円。状態の良い2015年式から2016年式の GT-R が選べる。中には、珍しい限定使用者も、6万ポンド、約930万円。79,999ポンド、約1,239万円。2017年式から2019年式の GT-R が中心。 改造され、高出力化された車も含まれる。走行距離も長くはない。8万ポンド、約1240万円以上。新車に近い、2020年式や2021年式。走行距離は1万 5000km 程度。10万ポンド、約1550万円まで奮発すれば、ほとんど乗られていないニスモも探せる。英国で掘り出し物を発見。日産 GT。 R プレミアムエディション、英国仕様登録、2013年走行距離、4200km 万、価格、54,990ポンド、約852万円。日産のディーラーが販売する4オーナーの GT、R 走行距離は短く、状態はかなり良い。価格なりの価値はある。アクラポビッチ社製のマフラーと、新しいタイヤが組まれている。 整備も受けたばかりだという。